YouTuber 金曜日日曜日担当のトレです。よくサウスポーなんですけど、そのサウスポーのストレート の使い方について紹介したいと思います。よく試合とかで言われるんですけど、サウスポーなんで左からの外とか後ろから攻撃しようって言われるんですけど、そのやり方としてジャブのようにストレートを打つんですけど、その場合こうストレートをジャブで打つってことは踏み込みながら打つんですけど、この時にストレート強く打とうとしてくるとモーションが大きくなったり踏み込みが大きくなりますので、相手にすごく分かりやすいんで、できるだけジャブのように軽く飛び込む。でその後にアッパーでやったり、その後にフックとかでやってもらうと当たると思います。でその飛び込む先のストレートの応用としてワンツーでから、この後もう一度ストレートもう一歩踏み込む。でこの時に踏み込んだ2発目踏み込んだ時に重心が体が前に乗ってるんで、これは体を起こすためにフックとかで上体を起こして、この後にまた次につなげると結構当たるんで、サウスポーの方もし使ってみてください。じゃあそれを今からミットでやっていきたいと思います。お願いします。じゃあ最初いきなりジャブのようにストレートを打つ、初めながら2をいきます。最後はワンツーってからもう一本ストレート。以上です。もしサウスポーの方よかったらやってみてください。ありがとうございました。